ちゃっ、こんにちは、はい、ゆたかさん、はい、もう大きい人とちっちゃい人みたいな感じでインスタに上がってましたけれども、インスタで上げたら笑っちゃうよな。いや俺は撮られる方だから並んだんだけど、うん、ちょっと頭持ってくれって言ったんだけど、やっぱり遠慮したんだろうな。肩になってた。それそうですよね。誰のどなたの話かというと、巨人の秋広選手。でかいな。2メートルちょいですもんね。あ、でも器用だね。まあ、キャンプで、秋広選手も行った選手の一人ですよね。まあ、そうだね、まあ、秋広は、まあ、原監督いわくフリーバッティングは松井秀喜級だっつってたね、はい、すごいですね。で秋広がバッティングするっつうんで、はい、ちょっと離れたところに監督と俺がいたんだけども、おちょっと秋広のバッティング見に行こうよっつって行ったんだけど、はい、飛ぶなあ。飛ぶ、いやそりゃあれだけ体があったら飛ぶな。そうですよね。いやほんと半端ないよ。この動画でルーキーで入ってきた時からずっと秋広選手って注目してずっと伝えてきてたんですけど、あの時の、まあ、ちょっと痩せてた時と今とどうですか、うん、やっぱ体が違うな。厚みも横も出てきたね。あ、だから体幹が出来上がったのかなっていうような、はい、まあ、そんな感じがしたし、うん、サードとファーストやってたけど、はい、まあ、外野もちょっとやってたかな、うん、だけどやっぱり器用にこなすよね。お、うん、というわけで今回はその秋広選手、うん、今シーズンいよいよ覚醒するかというところをちょっと中心に話していただければなと。覚醒するにはやっぱポジションを取らなきゃいけないよね。そうなんですよ。最初まず外野で最初の頃ってやってて、今一塁、はい、まあ三塁、まあ、三塁もやってるし、うん、だからちょっとこう怪我人が出たとか、はい、まあ、そういうところで差し込めるぐらいのレベルにはなってきてるよね、うん、まあ、それまでは差し込んでも大丈夫かなっていうような不安あったんだけど、はい、でも今年のあの体を見てるとさ、うん、ああこれは差し込んでも大丈夫っていうような、まあ、そんな感じがするよね。そのまずバッティングっていう面では、まあ、フリーバッティングではやっぱり松井秀喜さん級、うんうん、でそれが例えば実戦だったりとかになってくると、それは、うん、ただね、ちょうど行った時が宮崎から沖縄に入ってきた時、うん、はい、まあ、それで天気はいい、うん、疲れるよね選手たち。あ、疲れてると思うよ。いきなり暑いところでやらされて、はい、宮崎の疲れがこう沖縄にあって、うん、沖縄に入った時にいきなりもう直射日光当たる、あ疲れる、まあ、そういうこともあって多少状態は落ちてたとは思うけど、はい、状態落ちてたとしてもあれだけ飛ばすんだと思ってさ、うん、ちょっとびっくりしたんだよね、うん、だからチャンスがあれば次に秋広かなっていう、あのチャンスあれば、それは二遊間にチャンスが空いたとしても、まあ、それは無理だよ。ちょっとそうですね、うん、センターに空いたって言っても無理だよ、はい、だけどその岡本がサードにいるけど、はい、ファーストには中田がいて、はい、あちょっと怪我した、状態が悪い、うん、ね、ちょっと休ませるか、あじゃあ秋広行ってみるかみたいな、そこら辺までは来てる。例えばサードだと岡本選手がちょっとじゃあ何かで抜けたってなった時に、例えば松田選手だったりとかいますけど、そこじゃあ秋広選手で行ってみようか、まあ、ピッチャーによってじゃない。あ、ピッチャーによって、うん、まあ、左だったらマッチ行くかもわからないし、うんうんうん、まあ、右だったら秋広行くかもわからないし、でファースト、まあ、そのぐらいのレベルにはなってきてるってこと、ファーストも中田選手が入ったところに、例えば今だったら中島選手とかが入ってきたりしたところに、ああ、まあ、もしベテランを、うん、まあ、長野がいて、うん、マッチがいて中地がいて、はい、これ3人置くっていうことはなかなか考えづらいわ、ベンチの中に2人に絞られると思う、うん、ああ、っていうことはそこにじゃあ秋広選手を例えばファーストを置いてみたいなとか、まあ、そうだね、うん、だから秋広になるんじゃないファースト。お前ファーストさ、あれだけでかい人がいてくれたら少々どこに投げようか取ってくれる。体で止めてくれそうですよ。止めてくれる。だから羨ましいよね、あれだけのファーストがいてくれるっていう。でも例えば分からないんですけど、あれだけ長身だとファーストとかゴロを取ったり、その俊敏なこう動きって、いや器用器用、あ器用なんですね、器用器用、へ、うん、だから任せてもいいなっていうぐらいのレベルにはなってきてるからね。やっぱりその任せてきてもいいなって、その成長した部分っていうのはやっぱその体幹だったりとか、体幹だな、強くなったと思うよ、うんうん、練習にも耐えきれるだけのスタミナもできてきてるしね、うん、で俺らがちょうど行った時にはその特殊っていうかさ、はい、受けるあれだったんだけど、やっぱ体が弱かったら受けさせられないもんね、怪我しちゃいかんから、はい、あれだけ疲れてもその特殊を入れるっていうのはさ、うん、体も強くなってるっていう証拠だよ。そうですよね、うん、あとは他の若
手の選手いっぱい、例えば、ね、門脇選手も出てきましたし、うん、いろんないい選手がいる中で秋広選手っていうのはどういう使われ方をして、どういうふうなことそこから一歩抜け出すことができるんですかね。さらにやっぱり、ね、これからはね、まあ、監督が言ってたけど、やっぱり結果を重視すると、うんうん、いくらいい素材だからって言ったって結果が出てないものは周りの目もあるし、それは置いとけないと、はい、だからやっぱ結果重視でいくと、はい、ね、これからはやっぱ結果を求められるし、その結果を出すために何をするか、どう考えるか、まあそういうところだよね。豊さんが求めるここからさらに一軍定着してこうレギュラーを取っていくまでにはあと何が必要になってきますか、秋広選手。結果だよな、もうやっぱそこしかない。やっぱもうそこだよ。今だと例えばここからいろんな対外試合だったりとか、うんうん、オープン戦で結果を残す、それがっていうことなんですか。結果を残すって若手選手にとって、いや自信と勢いがつくよね。どういう結果を残せばいいんですか、その例えば、まあ、それで、ね、うん、萩尾にも言えて、ああ萩尾選手、はい、あまり実戦形式で出てないんだよね、はい、で秋広が飛ばすと、うん、ね、萩尾それ見ててやっぱプロって飛ぶなって言うんでバッティング崩したんだよちょっと、うん、でも萩尾にしっかり話を聞くとさ、はい、萩尾は自分の中でちゃんと分析してたよ。そうですか。飛ばすために体を使って前に行ってたって、で勢いをつけて飛ばそうとしてたって、うん、いやこれは自分のバッティングじゃない、軸が前に行くと自分のバッティングができないっていう、大学出てるだけにしっかりした考えを持ってるし、大学での三冠王でしょ、はい、まあ、そのぐらいの実力がある選手で、うん、やっぱ秋広と比べると秋広っていうのは高校から入ってきてるし、もう当然だよねっていうふうに見てたけど、うん、周りが飛ぶのはね、プロで飯食ってんでしょって、いや萩尾はまた違った考えなんだ、うん、やっぱこのままじゃ自分を見失うっていう。でスッと変えたんですね。スッと変えた。だから秋広と俺あの萩尾っていうのがね、はい、非常に話をして面白いなと思ったのが、はい、秋広はまだ高校生だからじっくり体幹を鍛えられる、萩尾はやっぱすぐにでもやっぱ結果を残さなきゃいけない、うん、でも萩尾はやっぱ自分を一瞬見失ったことがあって、それを修正して、はい、でボンダだったけどもある程度きっかけをつかみそうになってると。だからすごくこう賢いんだよね。秋広は考えてないっていうことではないんだよ、はい、でもやっぱこう秋広はやっぱ結果が欲しいし、うん、でこっちは焦っちゃいけないじゃん萩尾はね、はい、うん、だから同じ外野手を争うんであれば、うん、いい勝負になるしね。そうですね、うん、でも萩尾選手もすごいですね。やっぱり他の選手を見ていいところを取り入れようとする、でもそれが自分を崩すんだったら違うと思って変えるとか自己分析をすごく、いや自分で自分のことがよく分かってんだよ今の子って。すごいすごいよ、もう見失ってもう頭真っ白ですって言うのかなと思ったら、うん、もう全然違う。賢いです。だから自分の持ち味っていうのは、まあ、もちろん長打はあるんだけども、うん、右方向セカンドの頭の方右中間、うん、まあ、ここら辺をやっぱしっかりした打球を打っていかないと自分のバッティングにはなってこない。そうなんですね、うん、いやただその結果をやっぱり残さないと一軍にはいられないっていう、うん、選手ってすごく焦ったりしない？いやだから焦りあるかって言ったら、いやこのままの状態では結果も出ないだろうし、うん、ちょっと考えましたと、うん、だからこれからじゃないかな萩尾も、うん、疲れてるかって言ったら疲れてます、うん、まあ正直そりゃ相当疲れると思うよやっぱルーキーで。あれだけの中に入れられてね、しかも巨人で巨人で、はい、入れられてやってると、うん、やっぱ疲れないことはないよ、うん、疲れないことはないけどもやっぱ疲れた中でやっぱ自分をしっかり分析してるというね、はい、だから分析力っていう面では俺萩尾の力っていうのはすごくあると思うんだよね、うん、はい、だから秋広もそういう自分の中でやってるのかどうかわからないけども分析力がこうついてくると早いと思う。うん、そうですね、うんうん、だからまあいろんなコーチに話を聞くとまだまだ感覚的には子供っぽいところがあるしっていうようなことを教えてくれたし、はい、で萩尾っていうのは話をしてみて大人っていうかしっかりしてるなっていう考え方が伝わってきたし、だからそういう意味ではやっぱ秋広は萩尾みたいな分析力が必要だし、うん、萩尾は萩尾で俺はなんかこう秋広みたいな無邪気なところがこうがむしゃらなところというかね、うん、まああってもいいのかなっていう、それはこう対比して考えた時に感じたかな。そうですね、
だからレギュラーのポジションって1ポジションはレギュラーは1人だからね。そうなんです。だからそこを勝ち抜いていくには、うん、いろんな分析が必要だし、自分のことを見失ったらいけないし、はい、だからまあどっちが取っていくのかっていうような勝負になってくるのかなっていうふうには感じたけどね。そうですよね。ここから本当に厳しく1試合ごとに振り分けられていくじゃないですか、うん、そこで最後残って1軍の座を勝ち取れるのはっていう、まあなあ、勝負の世界、厳しい世界だけどさ、はい、やっぱりやったらやったで、まあ、将来的にはものすごいことになってるからね。そうですよ、まあ、今頑張らないでいつ頑張るって。そうですよ。いや本当に本当に、まあ疲れるだろうけども、はい、そこを振り絞ってね、はい、まあ、頑張っていかないとね。そうですね、はい。